別にじっくり見てもいいんだよ。もう少しこの話題続けてほしかったのに。するんだよね。それってミキたちがアクセつけるだけじゃダメなの？それってミキたちがアクセを作っていいってこと？だったらプロデューサーにミキたちに一番似合うアクセの種類を決めてほしいな。ミキたちが決めるけど、どこにつけるアクセがいいかはしっかり選んでほしいの。首？あ、もしかしてネックレスってこと？ネックレスならオフの日のデートでつけてもオッケーだよね。ありがとうなのプロデューサー。ミキ、すっごくかわいいネックレス作って毎日プロデューサーに見せてあげるね。